以上、ご確認をお願いいたします。隣と管理メニューを開き、ボランティアリストから再教育ボランティアを申請してください。アクセサリーサービスを利用しますか？アクセサリーサービスでは、セーブの申請や上位コード取得講師参加条件の確認が可能です。どの機能を利用しますか？ボランティアの申請を確認しました。これからも未戦闘場に向かいます。ただし第一コールの隣人は、独房と戦闘区域以外の風景を見ることは禁じられています。よって、ここから模擬戦闘場到着までの間、視覚を制限させていただきます。教育ボランティアでは音声であなたをサポートします。そのまま進んでください。次のフロアを目指して進んでください。
回収してください。資源回収を確認。扉を解除しました。次のフロアを目指して進んでください。フロア内の敵を一掃してください。教育ボランティアを終了します。
お疲れ様でした。再生プログラムの進行に伴い、隣と管理メニューに新たな機能が追加されました。追加された機能は、所持品リストです。先ほどの再教育プログラムで得た報酬は、こちらのリストから確認できます。あなたに次の再教育ボランティアが発行されました。新しく発行された再教育ボランティアを申請してください。ボランティアの申請を確認しました。ここからも2000登場到着までの間、資格を制限させていただきます。教育ボランティアでは音声であなたをサポートします。そのまま進んでください。フロア内の敵を一掃してください。解除を確認。扉を解除しました。フロア内の敵を一掃してください。
感じ。胸部にあるケージに溶弾攻撃を行ってください。ケージはロックオンが青く表示されます。早期まで運んでください。やるね。感謝しますわ。お疲れ様でした。再教育ボランティアを終了します。お疲れ様でした。先ほどのボランティアで再生プログラムを終了しました。再生プログラム終了に伴い、隣と管理メニューに新たな機能が追加されました。追加された機能は、武装整備です。武装整備を使用すれば、ボランティアに携行する武器や戦闘用アイテムを選ぶことができます。
ボランティア申請の際は、必ず武装を確認してから申請することをお勧めします。また、隣と管理メニュー内、オプションの操作設定に新しいタイプが追加されました。自分に合ったタイプを選んでください。再生プログラムの終了により、正規のボランティアを申請する権利の開放が可能になりました。再教育ボランティアで得た恩赦ポイントで、安全保障局発行ボランティア参加権の権利開放申請を行ってください。貢献案内申請から権利開放申請が可能です。貢献案内申請には大モニターからアクセスできます。Thank you.
安全保障局発行ボランティア参加券の権利開放を確認。早速、あなたに正規のボランティアが発行されました。ボランティアを申請する前に質問がありますか？適正パノプティコンのアブラクターに奪われたシビリアンの奪還です。他に質問はありますか？シビリアンは、あなたたちトガビトと違って、高い知能を持ち、その技術力でパノプティコンの幸福に貢献する人的資源です。シビリアンには人類が生き残る上で物的資源以上の価値があるため、常にパノプティコン間で争奪の対象となっています。他に質問はありますか？シビリアンを搬送するための大型生体兵器です。今回のボランティアの目的は、敵アブラクターからシビリアンを奪還することにあります。目的はあくまでシビリアンの奪還であり、敵アブラクターの殲滅ではないことに注意してください。他に質問はありますか？正規のボランティアは本パノプティコンの内部で行われます。現地までは、トナビト運搬用車両、
多言語奏者で移動することになります。準備ができたらボランティアを申請してください。また正規のボランティアは模擬戦である再教育ボランティアと異なり、敵の攻撃を受ければダメージを負います。ダメージにより撃破されたとしても継戦力を消費することでボランティアに復帰することが可能です。ただし継戦力が尽きるとボランティアは失敗となりますので注意してください。ボランティアの申請を確認しました。ここから派遣護送車到着までの間、資格を制限させていただきます。なお、今回のボランティアからあなたのパートナー兼監視者として私はボランティアに同行します。私に指示を出したい場合はアクセサリーコマンドを使用してください。それでは派遣護送車へ移動します。やっと外に出てきたな。思ったより元気そうで何よりだな。よう、ウーベ、こいつがさっき言ってたシャズなやつか。いや、やけに慣れ慣れしいやつだが、お前と会うのは初めてだ。お前が拘束されている間、代わりに入ってきた新しいトガ人だ。ま、よろしくしてやってくれ。お前記憶飛ばしてるんだって？だっせ。ああ、悪い。俺の名前はマティアスってんだ。ま、よろしくな。お前とボランティアに同行する。お前たちの教育指導を任されたんだ。めんつゆだ。まあ改めてよろしく頼む。 PT 上層部もこんなおっさんじゃなくて綺麗なお姉さんをつけてくれればよかったのにな。
ーティアス、それはお互い様だ。ああ、何人か優秀な奴がいるという話は聞いている。無事に第二高度に上がれればそのうち会えるかもな。パナプティコンを省略して BT って俺たちは呼んでる。クソ長くて言いにくいからな。さて、サクサクっとシビリアンを助けてこんなチンケなボランティアを終わらしちまおうぜ。ああ、お前本当に何もかも忘れてんだな。シビリアンってのはすっげえ頭いい連中で、ここにあるもん全部作ってんだよ。あれだ、頭脳労働者ってやつだ。俺たちみたいに命がけのボランティアはない代わりに、よその BT にさらわれちゃうかわいそうな連中だな。さ、準備はできたか？そろそろボランティアを始めるぞ。アンを奪還することが目的です。規定時間内にシビリアンをご早期に搬送してください。フィールドでは補助武装アイテムや医療補助アイテムを取得することができます。随時補給を行ってください。現地では敵対勢力の妨害が予想されます。特にアブラクターに注意してください。その攻撃は非常に強力です。シビリアンが捕獲されている場合はケージへの攻撃が有効です。なお、護送機はシビリアンをケージから解放すれば出現します。シビリアンはすでに暗影に飛ぶように捕獲。よし、直ちに目標に近づき、これを救出してください。戦域から離脱されると面倒だ。急ぐぞ。ハッチノスだ。俺の実力を見せてやるよ。敵発見、速やかに排除してください。三の二脚をなくし、ケージを破壊し、シビアを救出してください。ウィルオーの力がなくなればゲージは自壊する。まずは奴の体力を削っていけ。任せとけってな。オッケー、使ってくれ。切り込むぜ。どうだ。切り込むぜ。こいつ、ファインヘルススキャン実行。バイタルの低下を確認。回復を低下。リノーエンジンの動力低下を確認。よし、ケージを叩くぞ。イバラでケージに飛び移れ。シビリアンを助け出すんだ。ケージの破壊を確認。シビリアンを救出してください。敵アブラクター自分隊列 50%。 決め込む。その体力 70%。 あと少しで撃破できます。敵アブラクター攻撃性増加、注意してください。敵アブラクター一時的に無力化、追撃を提案します。護送機の出現を確認。出現チキンを転送します。よっしゃ、やるじゃねえか。
こいつは俺たちが引き付く。急ぐんだ。キリアンが解放されました。護送機まで搬送してください。護送機にシリアンを搬送してください。護送機が設置されました。早期にシリアンを搬送してください。気を抜くなよ。余裕だぜ。シリアンの奪還を確認。ボランティア成功です。楽勝だぜ。よくやったな二人。ボランティアは成功しました。保証局管理部へ報告します。市民や戦闘用アイテムを生産局へ納品することでより多く恩赦が受けられます。バイタルに極度の低下が見られます。効率的な装填を行うために休息が必要です。休息を取りますか。休息を拒否することは禁じられています。罰として刑期を加算します。あなたには横になって休息する権利がありません。罰として刑期を加算します。やあ、また会えたね。ここは誘拐、今と夢の狭間、生と死の境界線上。ねえ、僕が前に言った言葉覚えてる？ありがとう。じゃあ話は早いね。きっともうすぐ彼女に会えるよ。でも彼女は今助けを必要としてる。だから早く見つけてあげてね。彼女は変革に必要な存在だから。君、眠りが浅いみたいね。じゃあ続きはまた。おはようございます。バイタル確認。正常値に回復しています。安全保障局ボランティア管理部から新しいボランティアが発行されました。準備ができたら
申請してください。発行されたボランティアを申請してください。申請が受理されました。